アレクサンドル・ダルリンプル、アレクサンダー・ダリンプルは、スコットランド生まれで、イギリス海軍最初の水路学者となった人物である。多くの海図を制作し、海運の安全に貢献した。太平洋に未知の大陸があるという説を唱え、その結果、ジェームズ・クックが南方大陸探索の航海を行うことになった。エディンバラ近くのニューヘールズに、 ジェームズ・ダリンプル教の16人兄弟の7番目の子供に生まれた。14歳の時父親が没したため、多くの兄弟のため教育を受けるのを諦め、司書と経理を学び1952年にイギリス東インド会社に事務員として就職した。マドラスに赴任し、マドラスの総督、ジョージ・ピゴーに徴用されるようになった。インドネシアと中国との貿易に興味を示し、 スルノサルタンと交渉を行い、22歳で関東を訪れた。1765年にロンドンに戻り、王立協会のフェローに選ばれた。1779年から東インド会社のために水路学者として働き、多くの水路図を作成し、後にイギリス海軍最初の水路学者となった。土木工学者のジョン・スミートンと知り合い、共に、 風力測定の研究を行い、ダリンプルはフランシス・ボーフォートによるビューフォート風力階級につながる先駆的な研究を行ったともされる。1752年にイギリス艦隊がフィリピンを攻略し、捕獲したスペインの文章を翻訳するうちに海洋探検家のルイス・バー・エース・デトーレスの文章を発見し、1770年から南太平洋のいくつかの航海と発見の 歴史的コレクションを出版した。未知の大陸の存在の主張は有名になり、世間の関心を引き、クックの探検公開が行われることになった。ダルアは植物の学名で命名者を示す場合に、アレクサンダー・ダリンプルを示すのに使われる。ありがとうございます。